はい。終わっちゃいましたね。なんか自然すぎてテレビ的にどうなってるのかなってすごい心配です。でも面白かったです。なんかみんなとゆっくり話す機会もないし、今 AKB がこういい時期だからこそみんなの意識が変わらなきゃいけないし、そういう話をできたのも、しかも同じ悩みを持ってるメンバーもやっぱりなんかこう自分をどう出していいかわからないとか、自分よりなんかメンバーのことを羨ましく思っちゃう自分がいることとか、なんかそんなに一人で抱え込むことじゃなくてみんな思ってるんだなと思ったので、もっともっと積極的にメンバーと話していったらお悩みも軽くなるのかなと思ったので、またこういう機会を個人的にできたらいいなと思いました。楽しかったです。そうですね、なんかガールズトークっていうよりも結構真面目な話だったなって思いますね。なんだろう、なんか仲いいメンバー、本当に仲いいメンバーだったんで、こうシーンってなっても気まずくないっていうか、私自分たち的には気まずくないし、真剣な話も本当に真剣に何でも言えるので、まあ上辺の話よりも良かったなと思います。やっぱり私はなんかみんなも言ってくれるように、やっぱかっこいいって言ってくれることって私の中ではすごく嬉しくって、それはなんで嬉しいかっていうと、やっぱ素直にかっこいいってことは言われることも嬉しいんですけど、他のメンバーが言われてない言葉だからこそもう嬉しさが増してるっていうのにさっき気づいたんですよね。だからもっとやっぱこれもかっこいいっていうのも個性だなって思ったので、でももっとちゃんとやらなきゃ、頑張らなきゃなって思いました。すごいなんか貴重な話ができてすごい楽しかったね。普段あんまりこうやって4人でわざわざ集まって話はしないので、すごい貴重な体験ができてよかったです。いろいろ学べましたね。はい、さえちゃんの好きなタイプ知りたいな。それ最近よく悩むんだよね、雑誌とかで。だから聞かれると聞かれないんだけど、パッと出てこないよね。ないの？強いて言えば、うん、かっこいい人好きじゃない。あ、不思議な人が好き。あと自分に興味がない人ね。それはわかる。わかる。振り向かせてみたいみたいな。わかんない。自分どうにかして興味持ってもらいたいの。で、そこの追っかけたいんだよ多分。女の子だから。どっち派？追っかけたい派？受け止めてもらいたい派？うん、多分そういうの、うん。自分が自分がなタイプじゃないから何事にも。かっこいいね。どういうこと？なんかそれって。なんで？例えばなんだけど。うん。普段ずっと優しいとさ慣れるじゃん。でも多分優しくされすぎたらきっとさ飽きてきそうな気がしない？そうだから、なんかそれでたまなんか結構普段からあんまり自分に興味なさそうなのに、たまにあれみたいな。漫画の漫画、そう、漫画今イメージしてるでしょ。漫画好きだからね。たまに優しかったり、たまになんか自分の言葉に笑ってくれたみたいな。たまに、わかる。たまに振り向いてくれたらたまらん。たまらん。わかる。漫画にキュンキュンするだから。そう、やばい、漫画ばっかり今。で、前はさ、自分がさ、こんだけ完璧に生まれたことを気づいてるの？うん、完璧じゃない、完璧じゃない、いつも気づいてない。いつ CG 美少女で気づいたの？完璧じゃない、気づいてないよ。うん、全然。気持ち悪い人間だよ。やだな、眉に好きな人できたら。やだね。やだな。眉結婚するのかな？しないです。うん、結婚願望はない。ない、ない、ない、本当もない、ない、みんな見ちゃうの？ん？結婚願望、うん、いつかはしたいよね。すごい、その考えに至らない、全然。え、なんで？うん、全く感じない。至ったことがない。うん、家族欲しくない？あ、それは思うけど、まだすごいちっちゃい子が好きだから、あ、それが自分のものだったらより可愛すぎておかしくなるぐらい可愛いんじゃないかなと思わない？なんかわかる？あ、でも子供嫌いそうだね、ゆき。嫌いじゃないよ、私ね、子供に好かれない。じゃあずっと結婚しなくても別にいいの？うん、漫画とか食べる。ずっとさ、芸能人やりたい？でもカルボナーラ食べたい。ずっと芸能人でいたい？どんな形であれ？どうかな、自分がこの世界いなかったらが想像できないっていうのはある。あ、普通に高校生活送ってたらな、
将来の夢何だったんだろうってまず思って、うん、何だった、みんな将来の夢、まゆは将来の夢何？私漫画家でした。でもさ、まあ、芸能人になってさ、漫画家の仕事もちょっと今やってるでしょ、うん、すごいことだよね。本当だね、すごい夢がいっぱい叶った、ありがとう。私何だったっけ夢、何だったかな。なんかちっちゃい時から芸能人になりたいと思ってた。変わってない？変わってない、すごいね。ずっとなんか芸能人にはなりたいと思ってた。それはすごいな。さえちゃんは看護婦さんから始まって、薬剤師になりたくなって次うん、次あれ、あれ設計士になりたかった。設計士、あ、模型作りたかった。模型好きだよね。なんか薬とかさ、こまめじゃん、なんか、うん、でああいうのいじってするのが好きで、薬剤師に憧れたの一回。一人で薬屋さんごっこしてたもん、家で。どういうこと？一人で、うん、あ、私は、でも私もちっちゃい頃からそのアイドルとか好きだったから興味は持ってたんだけど、芸能人って書く勇気はないから、でダンサーって言ってたんですよ、今思い出した。ダンサーえ、どういうこと？かっこよすぎでしょ。超謎だ。ひじつこうと思ったもうすぐクリスマスだよ。サンタさんに何頼む今年？何頼む？もう私最近サンタさんねえ、もう分かんないから買ってもらってくださいみたいな感じなんだけど。何、どういうこと？だからもう欲しいもの分かんないから頼まないの。しかも、うん、思い浮かばなくて、もう分かんないのでお母さんとお父さんに買ってもらってくださいみたいなポストカードが来る。え、まだ来るの？うん、なんで？いいな、さ、小学校まで来なかった。来る。人によって違うんだね。うち中学校までだった。中学？全然来ないの。じゃあ誰も来ない？来ない、小6までしか来ないの。マユとか超来そうなのにね。来ない、めんどくさがってんのも毎年。お願いしないの？したくしたけどめんどくさいって言われた。私手紙書いてみようかな、サンタさんに。書いてみないよ、意外と来るかもしれない。そう、でうちのお父さんサンタさんとメール友らしいから言っとこうか。う、うん、あ、言っといて。マジうちには今度こそ来いって言って。二十歳でしょ。二十歳はダメ、最後だ。二十歳、最後か。何頼むの？え、でっかい家かな。あんたさん負担多いな。いや、ちょっとメリカ、うん、します。え、何する？今年の仕事だよね、多分。うん、歌番組。歌番組か。それはそれで楽しいよね。うん、なんかたくさんのさ、アーティストさんが出てるところに自分がさ、入れることのさ、なんかびっくりした気持ちとさ、なんか嬉しいよね、なんかやっぱ、視聴者として見てたわけじゃん、今まで。このアーティスト、このアーティスト、このアーティストが好き、いっぺんに出る、やったっていう気持ちで見てたさ、番組にさ。あ、なんかアーティストの皆さんの中でも AKB 好きっていう人が増えたら嬉しくない？あー、そうね、嬉しいね。認めてもらいたいよね。うん、まあ、まだあれかもしれないけど、うん、また忙しくなりてることを願う、今年も、うん、来年も、来年も。でも面白かったね、なんか、うん、なかなかないからね、こう集まると機会が、うん。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。